皆さんこんにちは、天草のバイヤーでございます。天草のみかりたんです。さあ商品紹介いってみましょう。久しぶりみかりたん、iPhone はまだ 5S なんですよね。はい。6を買わない理由って何かあるんですか？持った時に大きいじゃないですか。確かにね。なんかそれがちょっと怖いんですよ、落とすのが。ああ、持ちづらくなって落とすのが怖いとね。もうまさに僕はね今ねそう言ってもらうのを待ってたんですよ。そんな人におすすめ、 iPhone6 にはですね落下防止に使えるグッズがいっぱいあるんですけども、今日ご紹介するのはちょっと珍しい落下防止のバンパーでございます。バンパー、バンパーね、バンパー普通に言ったらいい。あ、普通にね、バンパーですよ、バンパー皆さん。はい。早速ね、チェックしていきましょう。はい。こんな感じのパッケージ。僕もね、開けるのは初めてなんで、一緒に見ていきましょう。はい。ほら、これもう見たらね、その瞬間わかるでしょ。ここにね、ストラップがついてる。ここにストラップがついてるんでございますね。早速ね、iPhone6 今ここに用意してあるので、装着してみましょう。つけるのもね、簡単なんだって。こうやってパチコンとやってね、このストラップの根元のところにね四角い輪っかがあるから、それでこのバンパーのねパーツをこうグッと挟んでパチンとするだけで OK。 そうそう、まあ絞るというか縛るというかっていう感じですよね。それだけでもほらちゃんと落下防止になるというね。早速ねちょっと手にはめてみてください。はい。あ、いいですねこれ。こう入れて。そうそう。あ、大丈夫。そう、そういうの期待してた。そういうの期待してた。いい感じでしょ？そう、大きいから、こう、そう、ありますもんね。うん。あ、しらじらしい。しらじらしいわ。どんだけ電話しててって話だけど、ここにね、ちょっと縫い目があるからね。握った時に、ホールド感がいいんですよ。なんかちょっと滑り止めっぽいような。そうそう。滑り止め、なおかつ、落下防止ストラップ付きということですね。いいわ、いいわ。では、伊達さん。はい、落下防止バンパーのワイヤーポイントお願いします。79番や。はい。というわけで皆さん、お値段などの詳細はですね概要欄からチェックしてみてください。バイヤー、ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当バイヤーの舘でございます。このバイヤーチャンネル24ではアップバンクストアで販売している iPhone や iPad、 もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。PC の方はこちらのボタンから、スマートフォンの方は動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー。